巡り合わせのお弁当は2013年に公開されたインドの恋愛映画、リティシュバトラの長編映画デビュー作であり、イルファン・カーン、ニムラ・トカウル、ナワーズ・ティーン・シッティ・キーが出演している。インド、ドイツ、フランス、アメリカ合衆国の制作会社が参加している。第68回カンヌ国際映画祭の国際批評家週間で上映され、観客賞を受賞した。 第38回トロント国際映画祭でも上映され、インドでは2013年9月20日に400スクリーン以上で一般公開された。映画は工業的な成功を収め、イルファーン・カーンにとってヒンディー・ミディアムが公開されるまでの間、最も工業的に成功した主演作となった。また、英国アカデミー賞外国語作品賞に、 ノミネートされるなど、国内外の映画賞で多くの賞に受賞、ノミネートされた。ムンバイで暮らすイラは、夫ラジーブとの冷え切った関係を修復するため、毎日夫のために弁当を作っていた。イラは、弁当配達業のダッバーワーラーに依頼して、弁当を夫に届けてもらっていたが、配達ミスにより会計士サー・ジャンに弁当が届いてしまう。サー・ジャンは妻に先立たれており、 退職を間近に控え公認の社育への仕事の引き継ぎを頼まれていた。その日、イラワラジーブが弁当に入っていない具材の話をしたことから、弁当が他人の元に誤って配達されたことに気づく。翌日、彼女はアパートの上階に住むデシパンで婦人の助言を得て、弁当箱に手紙を添え、再び別人の元に弁当を配達させる。 手紙には誤って弁当が届けられたことへの謝罪と、完食してくれたことへの感謝の言葉が書かれていた。手紙を読んだサー・ジャンは、弁当の感想を書き弁当箱に入れ、イラと手紙のやり取りを始める。イラは、夫との関係がうまくいっていないことを手紙に書き、サー・ジャンから、子供を作ってみてはどうかと助言される。彼女は助言を受け入れて、ラジーブにアプローチするが、 彼は仕事を優先して、彼女のアプローチに応じなかった。サージャンは、性格が正反対のシャイクの対応に苦慮しながら、彼に仕事を任せて、引き継ぎを進めていたが、シャイクは仕事をミスして、上司、シュロフに激怒される。サージャンの起点で事なきを得たシャイクは彼に感謝し、サージャンを自宅に招待する。シャイクは孤児だったため妻メフルニサとの結婚を寄付に、 反対されていたが、この仕事に就いたことで、ようやく結婚を認められ、彼は感謝の気持ちを込めてサージャンに、自分の貢献人として、結婚式に出席してほしいと懇願する。承諾したサージャンは、後日、シャイクとメフルニサの結婚式に出席して二人を祝福する。一方、イラはラジーブが浮気していることを知り、関係の修復を諦めてしまう。 彼女は手紙の中で幸福の国ブータンに行きたいと書き、そのやりとりの中で手紙の相手の名前がサージャンであることを知る。彼女はサージャンに会いたいと提案し、待ち合わせ場所と日時を書き弁当箱に入れる。しかし、指定した時間にサージャンは現れず、イラは落胆する。翌日、サージャンは本当は待ち合わせ場所に行っていたこと、イラの美しさを見て、 自分の意を感じてしまい合うことができなかったことを手紙に記す。そんな中、病床にあったイラの父が病死し、イラの母は夫との結婚生活が不幸だったことを娘に告げる。イラはダッパーワーラーに弁当が別人のもとに届いていることを告げ、サージャンの職場を聞き出して彼に会おうと心を見るが、サージャンはすでに退職してナーシックに転居したことを聞かされる。 彼女は、サージャンに宛てた最後の手紙を書き、ラジーブと別れて娘や守備と共に、ブータンに移住することを記す。一方、サージャンは心変わりして、ムンバイに戻り、イラを探そうとする。サージャンがダッパーワーラーたちから話を聞き害中を、探す中、ダッパーワーラーたちの歌が響き渡る。イルガーン・カーン・ニムラト・カウル・ナワーズ・ティーン・シッティーキー、映画の題材になった。 ダッパーワーラー短編映画、ザ・モーニング・リチュアル、ガーエブ、縄月タクシー、カフェ・レギュラー、カイロを制作していたリテイシュ・バトラは、ムンバイの弁当配達に従事するダッパーワーラーのドキュメンタリーを制作するための研究を始めた。バトラは2007年に、ダッパーワーラーと一週間ともに過ごし、彼らからアパートの外で待機している間、依頼者である主婦たちに関する多くの興味深い話を、 聞いた。これをきっかけに、バトラは、ドキュメンタリーの代わりに、新しい映画の脚本を執筆することになった。制作会社として、シキエンターテインメント、ダールモーションピクチャーズ、インド国立映画開発公社などの他に、ドイツやフランスの制作会社が参加し、ドイツのマッチファクトリーが、国際配給の権利を取得した。北米の配給権は、 ソニーピクチャーズクラシックスが取得している。2011年にバトラは脚本の草案を完成させ、執筆に当たりるトビクオーザーの補佐を受けていた。脚本は2012年にロッテルダム国際映画祭で審査員賞を受賞した。この企画はベルリン国際映画祭のタレントプロジェクト部門の 一つでもあり、鳥の映画祭の脚本家研究所と、インド国立映画開発公社の映画研究所から、脚本の指導を受けている。ニムラトカウルが演じるイラとナワーズ・ティーン・シッティー・キーが、演じるシャイクは撮影中に、キャラクター設定が追加され、二人は、即興で演技している。イルハーアン・カーンは、脚本とキャラクターのコンセプトを気に入り、 バトラ制作の短編映画の鑑賞と2度の会議を経て、出演を承諾した。ヒロイン役はオーディションを行い、ニムラトカウルが起用された。彼女は、舞台演劇での活動経験が豊富で、ペドラーズなどの映画にも出演経験があった。また、バトラが研究のために出会ったダッパーワーラーも、早くで出演している。撮影は、ムンバイで行われ、2億2000万ルピーの制作費が、 投じられた。撮影の6ヶ月前から、キャストのリハーサルが行われ、アリアレクサのデジタルカメラが使用された。電車のシーンでは、予算の関係で1車両のみ、撮影のため使用している。主要撮影は29日間行われ、大半の撮影は3週間で完了した。ドラマシーンの撮影が完了した後、ドキュメンタリーシーンの撮影が行われた。 巡り合わせのお弁当は公開週末に7100万ルピーの工業収入を記録し、公開第一週には1億1000万ルピーの工業収入を記録した。その後も工業収入は伸び続け、公開第三週には累計工業収入2億ルピーを記録し、公開第四週には400万ルピーから500万ルピーの収益を上げた。アメリカ合衆国では423万ドルの 工業収入を記録し、2014年公開の外国語映画の中でカンティンフラス PK に次ぐ工業成績を記録した。2014年5月28日時点で、国内外合計工業収入は8億4920万ルピーを記録しており、最終的な工業収入は10億850万ルピーとなった。 工業収入の大半は海外収益から構成され、巡り合わせのお弁当は2013年公開のインド映画の中で、チェイス、チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上に次ぐ、海外工業成績第3位にランクインした。また、巡り合わせのお弁当は、ヒンディーミディアムに抜かれるまでの間、イルファーン・カーン主演作の中で、最も工業的な成功を収めた作品に、 位置づけられていた。ロッテントマトズには115件の批評が寄せられ、支持率97%、平均評価8.08、10となっている。メタクレティックには28件の批評が寄せられ、平均評価76、100となっている。CNN イベントラジーブ・マサンドワゴ、5の星を与え、この映画は愛が人々の到底あり得ないという考えをどう変えるかを、 説明していると批評している。ザ・テレグラフのプラティム・ディグプタは、孤独を呼び起こす描写と同じくらい、感動的で、落ち着いた、ラブストーリーと批評している。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは4、5の星を与え、古風なロマンスである、巡り合わせのお弁当は、ムンバイの街並みの魅力なしで、日常の人々の試練、苦難、恐れ、希望を優雅に紐解いていると批評している。 ムンバイミラーのカランアンシュマムワゴ、ゴの星を与え、インドの長い時間の中から現れた最高の映画の一つと批評している。rediff.com のラジャセンワゴ、ゴの星を与え、巡り合わせのお弁当の脚本も手掛けたバトラは素晴らしい俳優たちが即興演技することを許可し、その間彼はムンバイの街並み、食品、 そして多くの格差に関する微妙なディティールを描き出した、と批評し、バトラのディレクションを称賛した。デカンクロニクルのハリド・モハメドは、少人数のキャストチームのうち、イルファン・カーンは、並外れた存在です。彼は、セリフではなく、ジェスチャーで会話し、滅多に微笑みを見せず、捉えがたい複雑なサージャン・フェルナンデスというキャラクターを、あなたの親友として演出しています。 ナワーズ・ティーン・シッティー・キーは、厳しい都会で生き残るために頭脳を巡らす、外交的なキャラクターとして優秀です。そして、新人のニムラ・トカウルは、心理的なエ敏ビンさで空気を変化させる、見事な演技を見せますと批評している。ユース・タイムズのアディティア・グローバーは4、5の星を与え、巡り合わせのお弁当は美味しくて、楽しいです。本当に感動する映画を見たいなら、 これを見るべきです。この美味しさは映画館を出た後も口に残りますと批評している。アジアンエイジのスパルナシャルマは4、5の星を与え、映画を孤独と愛、疲れ果てた魂が再び水を見つける、優しく脈打つ甘く切ない物語と表現している。巡り合わせのお弁当は第86回アカデミー賞の外国語映画賞。 インド代表作品の最有力候補とみなされ、プロデューサーの一人であるカランジョーハルをはじめとした多くの批評家、映画制作者が絶賛、投票していた。しかし、インド映画連盟の選考委員会が実際に代表作品に選出した作品は、グジャラート語映画、ザ・グッドロードだった。この選考結果に対して批判が巻き起こり、巡り合わせのお弁当のプロデューサーの一人である。 アヌラーグ・カシャップはツイッターで連名が何者かは知らないが国境を越えた映画を作るための完全な理解力が欠如していることを示していると先行に対する不満を表明した。後にアヌラーグ・カシャップはツイッターとフェイスブックのアカウントを削除しこれは私やインディペンデント映画にとっての敗北なのですとコメントしている。カラン・ジョー春・ハルも 巡り合わせのお弁当がオスカーを手にするチャンスを失ったことに対する失望を表明し、同じくプロデューサーの一人であるグニートもオンガーも選考結果に対する失望を表明した。こうした批判に対し、選考委員長、ゴータム・ゴースは、ティンパハルのシッタールとシバクマールからの取材の中で、個人的には巡り合わせのお弁当を気に入っていたと前置きしつつ、メディアが連日、 巡り合わせのお弁当の選出が規定路線のように報道したことに対して自分たちの存在意義をないがしろにされた反発心が選考委員の間に生じたのではないかと語っている。ありがとうございます。